どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回はこちら、ハロウィンイベントの交換所解説やっていこうと思います。現在交換できるキャラが、星9からね、マデュー、スオー、チャコルの3体。そして星8には、イーディア、ソニアグラン、ベルダンディ、コットンとなっております。キャラ1体1体に強化が入ってね、性能が変わったりもしてますので、今日はおすすめキャラ全部紹介していこうと思います。で、今回の評価は、まあ、ガチャを引いてない前提なんで、ちょっと緩めにはしてますが、そもそも皆さんね、サンリオからも引いてるんで、まあ、交換の弾が結構減ってる人も多いと思うんですよ、サンリオのせいで。ね、なのでまあね、そこまでは何て言うんだろうな、優先度はね高めにしてませんので、まあぜひですね、自分で考えて、交換してください。まあ比較的評価はね、だから緩めなんだけど甘々じゃないんでね、はい、まあ、ある程度皆さんの交換の球がきついことも考慮しながら評価していければなと思います。はい、まあ本当はね、星9のねネレとかね、あとは星7のアーマコズミとかね、交換させると思うんですけどね、まあ、そうは甘くないということで、まあ、今日はちょっと厳しめのね、ハロウィンコラボの交換所解説やっていこうと思います。はい、ということで実際にやっていきましょう。さあ、ということで S ランクから紹介していきます。まあやっぱりまずね、無難に交換してほしいキャラはね、もう皆さんお察しの通りです。はい、まあもちろんね、こちらチャコルになります。はい、当然 S ランクに入ってきます。はい、まず進化前からいきましょうか。進化前は軽減ループのキャラで、バインドスキビオン指、操作か闇コンボ強化10強3つ持ってます。まあ、最近ね、操作化耐性を必ずね、覚醒で持っておきたいダンジョンが多くて、まあ実際そのチャコルがですね、千住とか、あとは裏ゼロ次元においても、この操作化耐性がかなり活躍してくれます。はい。で、さらに上覚醒もね、闇コンボ強化暗闇耐性プラス L 使徒。特にこの暗闇耐性プラスはかなり活かしやすい上覚醒になってまして、すごい優秀なキャラになっております。はい。で、スキルに関してもね、ドロップロックを解除に8ターンダメージ軽減が8ターンで打てます。この軽減ループはね、もう元祖軽減ループで 35% 軽減ループとして運用できますので、やっぱ様々な編成で使えますし、あと強化でね、10コンボ強化が増えたんでね、チャコルは。火力がもう明らかに上がりまして、やっぱ25倍と125倍では火力運用が全く変わってきますので、この125倍火力によってかなりね、優秀なキャラになりました。リーダースキル使うことはあまりありませんが、この覚醒、そしてスキルだけでも十分使える価値のあるキャラかなと思います。はい。で、さらにですね、チャコル武器も強くて、まずこっち、操作か、雲、闇ドロキョウ3つ HP 強化に、スキルが6解除8ターンダメージ軽減を持ってます。アシストもしやすいし、2種ギミック耐性、操作か、雲をね、持ってくれてますので、やっぱりこれも運用がしやすい武器にはなっています。はい。で、もう一つがこちら、操作か、チーム HP、チーム回復、闇ドロキョウ2つにスキブがついております。で、3ターンダメージ激減に3ターン指回復 1.5 倍で、激減のスキルダメ要因でももちろん使えますし、あとはまあ捨て盛りつつ操作化耐性つけつつ闇ドロキョウで火力も上げれるので、場合によっては使える武器になってるかなと思います。はい。ということで武器までも強い。まあこのチャコルに関してはね、今回の強化でかなり評価が上がりました。で、このチャコルだけでも十分 A プラスランク、S ランクの価値はあるんですが、これに加えてですね、こちら、火のね、チャコルが実装されてるんですね。で、こちらも非常に強くて、まずバインドスキブ封印指、お邪魔プラス10強3つ十字。で、超覚醒暗闇耐性プラスつけれます。はい。まあ、このキャラ単体で暗闇お邪魔を完全無効できて十字までつけれて、かつ10強3つの火力も持ってるんですね。まあ火力も高い、ギミック耐性も優秀で、スキルも1ターンリーダースケットの攻撃力 1.5 倍、最近若干エハンスね多いですからね、を返せて、かつ消せないドロップ全回復が3ターンで打てます。これ3ターンですよ。やっぱ強いっすよね、この視点でね。さらにリーダースキルも76マスリーダーで、まあ、運用できますので、まあ火水編成どころか、まあ、まあ例えばプリムシールフなどいろんな編成で使えるというところもかなり評価高いし、かつ火力出すギミック耐性持ってるところに関しても非常に優秀なキャラになっております。はい。で、まあもう元からチャコル持ってる人とかはもうそれで終わりでめっちゃ幸せなんですけど、今から取るべきですかと言われたらですね、僕はね、チャコルはね、1体は確保しておいてもいいと思っているので S ランクにしています。はい。十分今からでも取る価値はあるかなとは思っていて、やっぱりね、こういうマテルとかっていう軽減ループキャラを持っていればなんとかなる場合は多いんですけど、最近例えばルフィを使ってる人ですね、戦場とかでルフィとかを使ってる人はなおさら、もうテンプルパーティーをね、組みやすくなると思いますので、まあもし余裕があれば確保しておきたいかなって感じです。結局ルフィ運用する上でね、軽減枠っていうのはほぼ必須級にも今入ってくるんですよね。その上でチャコルやっぱり火力が上がって操作感もあるってなるとね、これからもね、結構汎用性は高いかなと思われますので、余裕があればぜひ確保してほしいキャラになっております。まあもう絶対人権級キャラってわけじゃないので、こうもう必須とは言いませんが、まあ、余裕があるならばもう絶対に取ってほしいし、なんなら交換はかなりおすすめな部類に入るキャラかなと思います。という感じがチャコルの評価で S ランクになっております。次行きましょう。さあ続きまして A プラスランクですね。 A プラスランクはこちらスオーがランクインです。ちょっとね S ランクにしたい気持ちもすごいあるんですが、まあさすがに現環境スオーをね S ランクほど優先して取れとは全くもって僕は思わないので、評価としてはあくまで A プラスランクです。はい。
酢をですね、あんまりこの進化前の方は使わないので省略いたします。進化前、変身前かの方とか変身後はあまり使いません。はい。まあ、強いてなら武器がまあ一応ギミック耐性豊富な武器だったりはするので、まあ、武器要因で使えなくはないかなぐらいの感じですが、まあ、正直今回の評価対象としては圧倒的にこっちの木の巣をですね、はい、5色攻撃4つがドベルに超覚醒、スキブ、5色攻撃、バインド持ってます。はい。で、このキャラはね、スキルが3ターンでチーム内のスキルブーストの覚醒数に応じて、攻撃力と回復力が上昇が3ターンで打てるんですね。これによって、まあ、多色パーティーにおけるエンハンス枠、そしてリーダーとしても強くて、ドラゴンタイプにバランス耐性を付与。5色同時でダメージを激減、攻撃力25倍、固定500万ダメージと、かなり優秀なリーダースキルを持ってくれてます。はい。で、まあ、現状で言うとね、フェノンと合わせてあげたりとかすると、かなりリーダーとしても悪くない性能はしていて、すごい優秀なキャラではあるんですね。まずなんで巣を無理に取る必要はないよっていう話なんですけど、まず現状ですね、基本的にリーダーがアルジェキティでこと足りることが多いんですね。まあ多分こういうキャラを取る余裕がある人はアルジェキティを戻ってると思うんですけど、まあ基本的にまずアルジェキティでこと足りますよと、多色リーダーは。そう。もちろん巣はね、別ジャンルの強さを持ってるんだけど、実際アルジェキティでこと足りることが多いんですね。結構。そう。で、じゃあこのスキルも強いって言っても、まあ別にミナーバでもこと足りることが多いんですよ。もちろんこの層のスキルはめっちゃ強いんですよ。ミナーバと同じエンハンス倍率ありますしね、指とスキブの違いですから、やっぱりスキブの方が優秀なんで強いんですけど、ただやっぱりどうしても今更交換しろって言われると、星9がね5体なんですよね。そう、ごめんと、星7が5体なんですよね。確かに強いんだけど、それだったら多分ね、前回のガンコラですね、これ取る人はミナーバも交換してると思いますし、実際で、かつリーダー運用に関してもアルジェキティを取ってると思うんですよ、このキャラを取る余裕がある人は。ってなったらもう正直僕はそっち取っとけばいいのかな、そっちでこと足りてるのかなと思いますので、ちょっと優先度は下げて A プラスかなと思います。で、性能的にもめっちゃ面白い性能はしてるんだけど、サブ運用する場合はバインド耐性をつける必要があったりとか、やっぱどうしてもスキブゼロであるところとかちょっと痛いところあるんですね。まあ超覚醒スキブにはつけれるけどね。で、リーダー運用に関しては、まあ正直まあ後々もすぐに超えてくるキャラも増えてきそうなんですよね。そんななんかこのキャラがずーっと環境に居座るってことはないと思うし、結局アルジェキティとかっていう現状でも強いキャラがいますから、なのでまあ優先度的にはちょい下がるかなって感じで、まあ正味ミナーバで代用が効く、別ジャンルの使い方になりますけどね、代用って言いつも。ミナーバでなんとかなることが多いので、まあ必須かと言われれば、まあ見逃すのもありかなとは思います。あとまあ最近のね、百式とか戦術に関してはもうルフィが最強であまりこういうキャラ入れることはありませんので、使うならもうね、裏田次元とか裏ゼロ次元になってくるので、そうなると優先度下げて、まあ A プラスぐらいかなと思います。もちろん強いキャラなんで確保してほしい気持ちはめちゃめちゃあるんですが、やっぱり最近の環境的にもね、そんなに長くは使わないだろうという予想で評価は少し下げておきます。もしかしたらこれが最強テンプレートになる可能性も十分あるとは思うんですが、ただまあミナーバーが何とかしてくれるだろうという気持ちも込めて A プラスにしておきました。やっぱりね、似たようなキャラが多いというところも考えると優先度ちょっと下げて A プラスかなと思います。余裕があればぜひ確保してあげてください。僕はめっちゃちなみにこのキャラ押してます。全然使い道はありそうと思ってます。ただ優先度は下げてもいいかなと思っています、それ同時にね。はい、という感じで A プラスランクがスオーです。ちょっとね、すいません、このチャコルとスオー長くなってしまいましたが、どうしてもやっぱりねコストが高いんでね、そうこんな感じで少し厳しい評価になりがちなんですが、まあコスト面も考えると S ランク、そして A プラスランクぐらいが妥当かなと思います。さあ次行きましょう。さあ続きまして A プラスランクの新しいキャラ、イーリアですね。はい、イーリアめっちゃ評価も得ました、正直。本体の方がですね、まず使えるのがデイトナ編成になるんですよ、基本的には。なので例えばまあちょっと低難易度のダンジョンとかで活躍する系のキャラなんですね。まあこのダンボ1がどうしてももどかしくて、本体の方は10強2ウェイ8個スキブプラスとかできたらめっちゃ強かったんですよ、イーリア。まあぶっ壊れ級にね、ダンボがめちゃめちゃもったいなくて、これがあまりにも周回にしてもね、別にイーリア周回であんまり使うことないですし、まあデイトナで使うぐらい石っていうならにしては、なんかちょっと地味だしね、なんかマジですごいもどかしいんですよね。ただまあその代わりスキルはね HP1.5 倍に光生成が2ターンで打てますから、やっぱりこのスキルしてはかなり強いキャラになってますので、まあスキル要因で持っておく価値は一応あるにはあるかなって感じ。ただ A プラスランクの理由としては正直キャラじゃないです。僕キャラの評価はもう A ランクぐらいだと思っていて、よほど強い新キャラでも来ない限りは校内での活躍はもうほぼないかなと思っている、周回メインになるかなって感じで。じゃあなんで A プラスかっていうと、武器がめっちゃ強くて、まずこっちスキブ神タイプ追加、スキブ無効感にスキルが3ターンチェン 30% グラビティなんですよね。やっぱこの武器は相当強いと思う、周回においても攻略においても。
どちらの分野でも使えますから、やっぱこの武器自体は本当替えの効きづらい優秀な武器かなと思います。なので、まあこの武器多いんだけども十分 A プラスあるかなと思っていて、さらにこっちの武器もね、副属性光変化、2way、チーム HP、チーム回復、スキルも2ターン最大 HP2 倍6回以上2色陣持ってます。はい。で、これはやっぱりデートのパーティーになってしまうんだけど、その代わり副属性光に変えれる上に 2way もあってね、火力も出せますから、やっぱりこれも周回、まああと低難易度 の攻略とかにおいてはやっぱり強いということで、低難易度の周回ですね。ごめんなさい。周回において強いということで、やっぱりこの武器自体も持っておきたい性能はしているので、まあ武器要因として、結構ガチでやり込んでる人は一体確保しておきたいかなって感じ。ただイメージとしては、ほんと周回寄りが圧倒的に多くて、攻略はそんなにかなって僕は思っていて、周回勢の方は、まあよかったら確保しておきたいなって感じ。ただもうこっちの武器は変わらずね、攻略でも強いんで、まあほんと武器要因で A プラスランクって感じになります。ただまあ武器要因なんで、無理に交換しろとは言いません。ただ、この武器性能は代用の効かない超優秀な武器2個になっております。はい、という感じがいいレアとなっております。次行きましょう。さあ続きまして A プラスランク。まあ一応ね、もうちょっとギリギリ滑り止めで、本当に滑り止めで入ってくるのがコットンですね。やっぱりね、スキブ4に10強に 2way8 個持ってるんですよね。まあ、スキブもちろん強いけど、やっぱ10強 2way8 個は優秀で、デイトナパーティーにおいては火力が出せます。結局デイトナ出番が減ってきてるとは言ってもね、やっぱこのね、10強 2way8 個っていうところだけ見えるとやっぱ強いですね、火力的には。で、スキルも2ターン3コンボ加算、2ターンダメージ無効貫通、6回と3色陣になって、使い勝手もかなり良くなりましたんで、まあ評価としてはギリギリ A プラスランクです。ただまあ正直交換はもうほぼおすすめしてない。性能的には A プラスランクの価値はあるんだけど、コストがやっぱり足りないと思う。足りない人が多いと思うんですよ。実際そんな余裕ある人は少ないと思っていて、サンリオがあったせいでね。サンリオ多分みんなめっちゃ交換したと思うんだよね。そうで、なおかつ、基本持ってると思っていて、正直コットンは。なので、コットン持ってる人が、まあ一応残しておいてね、ぐらいの気持ちで、まあ A プラスランク評価です。まあ実際 A ランク寄りの A プラスランクって感じではあります。はい。うん、そうですね。まあ武器的にもめちゃくちゃ使うってほどの武器でもないので、うん、やっぱ評価としては A プラスランク、ギリギリ A ランク寄りの A プラスランクぐらいって感じになります。はい。まあこれがね、コットンになります。まあスキルとしても覚醒としても全然悪いキャラではないので、デイトナとかをね、使ってらっしゃる人は、ぜひね、持っておきたいキャラになってるかなと思います。次行きましょう。さあ、ここからは A ランクですね。まあ、引けたら残しておいてほしいキャラたちが多いです。交換に出せっていうほどのキャラはいないので、まあ、引けたら残しておきましょうぐらいの感じですかね。ということで A ランクもまとめて話していきます。まずはマデューからです。マデューに関しては、まあ、今回ちょっと強化もらいましたが、正直強いとは言いづらいかなって感じです。まあ、一応言っておくと、リーダーがね、ハロウィンイベントのコロシアム集会で使えますので、まあ、それ要因で使うぐらいですかね。それ以上で使うことはほぼないと思いますので、まあ、ハロウィンのね、集会したい人とかは、ぜひよかったら確保してもらえればな、ぐらいの感じになります。はい。で、まあ、一応、マデューに関してはですね、キャラ自体は、ちょっと待ってね、マデューって、超覚醒にスキブがないんですよ、実は。スキブがあれば、せめてスキブ9なんですけど、そう。スキブもないので、やっぱね、そのなんかスキブ要因で使うとかもできないので、ちょっとそこが痛いかなって感じである。まあ、ただ一応武器はちょっと優秀で、こっちはね、2way L 字闇ドロ強打つチーム回復攻撃強化持ってるんで、やっぱこのドロ強もあり、L 字 2way もあるっていうところに関しては、まあ、なんかね、ランダンとかでなら使えるかなって感じ。あとたまにね、パーティーでも使えます。あとこのマデの武器の方ですね、こっちはチーム HP2 個ある上に闇ドロ強打つに L 字あるので、火力めっちゃ上げれるんですよ。そう。で、かつ、チーム HP2 個でステマを上げれるので、この武器自体は全然悪くない武器かなと思いますので、まあ、もし余裕があればですね、こっち、なんならこの武器要因で加工する価値があるぐらいには、この武器が強いかなって感じになります。はい。で、あと2体ですね。ソニアぐらいに関しては、ちょっと B にするか迷ったんですけど、まあ、一応ですね、まあ、武器が強いので、武器要因で A にします。はい。スキルも正直そんな強くないので、あまり使うことはありません。まあまあ、武器ですね。武器がスキブ、回復ドロキョ、火水、キー、光、闇ドロキョを持っていて、まあ一応アレキサンダー武器の代用的なノリで使えなくもないので、まあ一応それで使えるところだけ評価して A ランクって感じかな。まあ性能的には正直この武器要因限定なので使い道としてはほぼほぼ。まあ武器要因で余裕があったら確保しましょうぐらいの感じですかね。うん。まあ正直ね、見た感じでもやっぱりあまり進化前、進化後、究極進化後使うことなさそうなんでね。はい。で、ラストベルダンディです。ベルダンディも同じく現環境ではもうあまり使わないかなと思います。はい。まあ、9ターンで2ターン 60% 軽減持ってることが強いぐらいな感じではある。じゃこれが強いのは強いけど、だからといって使い道があまりにも少ない。武器はスキブに気ドルキを打つに闇ドルキを打つなんで、まあこの武器がワンチャンぐらいですかね。まあなので評価としては一応 A ランクにはしておきますが、まあ正直もうベルダンディとソニアグランは交換に出してもいいかなと思っていて、
それよりかはね、高ランクのキャラに変えておくのも、まあ一つの手ではあるかなとは思います。まあただね、やっぱあの、パズドラってね、あの、キャラ、どのキャラも一体は残しておけっていうのがありますからね。まあぜひそこを考えた上で交換してみてください。さあ、ということで今回ですね、ハロウィンイベントの交換所解説動画でした。結構評価難しい、多かったですが、評価難しいキャラが多かったですが、ぜひよろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。